どうもどうも、おたけびいじです。今回はですね、皆さんに、紹介したい人がいるんですよ。はい、イスラエルの問題がもうやばいよね。イスラエルとパレスチナ、なんか昨日だったかな、なんかイスラエルがイランに攻撃したと、ね、まあ核施設とか、まあ、石油、ね、の施設はやってない、まあ、軍事ポイントを狙ったってことは、まあ、そこはちょっともう分かんない、もうどうなってんのかなってことで、まあ、イスラエルの闇というか、シオニストの、あいつら何やってんだ、そしてその裏側にいるのは何なんだ、ね、もう闇から闇への陰謀論って言ってしまえばそれまでなんですが、これおたけび G が言ってんじゃなくて、この活動家、ね、ケネス・ニコルス・オキーフ、通称ケン・オキーフ、この方が言ってるんで、それを皆さんに紹介したいと思います。これ大丈夫かな、 YouTube バンしないでね、お願いしますよ。ってことで、まあ、ちょっと簡単にこのオキーフ、この人のことをちょっと紹介したいんですけど、この人もともと、この人アメリカ人です。で、海兵隊にいたんだよね、若い時。クウェートに駐留してて、まあ、その時にまあいろんなことあって、なんか嫌になっちゃったんだろうねって考えさせられることがあった、まあ、その後に彼は目覚めちゃって、やっぱり平和って何なんだっていうところをこう、まあいろいろ考えて、まあ、活動家になっていくわけですよ。まあ、別に戦争だけじゃなくて、まあ、自然保護とか、あとは、まあ、人権とか、そういうのも含めてですね、まあ、いろんなことやってるんですけど、でこの人ここイギリスに来たんですよね。でその、まあ、いろんなことやってるんですけど、その中でもうすげえなって思うのだけ、まあ、いくつもあるんですけど、一つ紹介します。ここイギリスに来てですね、この人何したかっていうと、これはいつだ、ちょっと今資料見てるんですけどね、イギリスに来たのがいつだ、あ、そう、ここロンドンに来てですね、この人、まあ、人権活動として2002年12月この時に真実、正義、平和、人間の盾、盾行動、人間を盾にして行動する、この組織化に協力した。これはロンドンからイラクに移住した西側諸国の活動家が人間の盾になって、米連合軍の爆撃から重要な民間インフラを守るというものだったっていう、もうそういう計画だったと。で、これ、オキーフ、やっちゃったんですよ、これね。すごくないですかっていうか、やばくないですか。いや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 。すごいよね。まあ、オキーフは、西側諸国のこの民間人を、非軍事的場所に配置することが、政治的抑止力となる、ね、連合軍がショックと恐怖戦略の一環としてイラクの民間インフラを爆撃するのを阻止できると期待して、人間の盾となる個人を積極的に募集して、で人間の盾、盾になるこの構想の、まあ、この人間の盾になるっていうこのね、批評家は平和活動家の行動は暴力的な独裁者を守るだけのものだと主張しているが、結局、まあ政府関係者とか他の人ね、この戦争大好きな人たちは、お前らがそのことやったらね、その独裁者を守るだけだろ、何やってんだよっていう風に、結構言われたみたいですね。だけどこの人はやめないと。オキーフはアメリカ主導の連合軍が爆撃を軍事目的に限定せず、何百万人もの罪のないイラク民間人に不必要な苦しみをもたらすという認識がこの行動の動機だったと主張しています。偉いね、こういう人いたんだねっていう感じです。っていうかちょっとね、まあ、見た目はまあおっさんなんですけど、まあ、若い爺と一緒でおっさんな、まあ、若い爺もおっさんなんですよ、実はおっさんなんですけど、やってることがね、ちょっとすごいなと。これ日本人多分知らないですよね、こういうことね。まあ、最後にちょっと話長くなりましたけど、それとですね、世の中、もうすぐ陰謀論って言ったらそれで終わっちゃうっていうね、パッパラパーの、まあ、お花畑の日本人がたくさんいすぎて、もうね、最近ちょっともう怖いんですよ、この先どうなっちゃうのかと。まあ、こんなこと言ったらいけないんですけど、こんなポンコツチャンネルのこの我が輩 G が言うのもなんですが、マントイヒのマントヒー TV とかですね、ね、わけのわかんない、なんか
国防のことを話す、なんかわけわかんない、安全保障とか意味がわかんない、そのことをギャーギャー言ってるチャンネルとか、あとカウントダウンカウントダウンカウントダウンってもうずっと言ってる、あの気持ちの悪いあのやつとか、ああいうチャンネルを、まあ、見るのもいいですけど、ちょっとですね、あの海外のこういう活動家がいるんだって、実際にいろんなことがあるんだよってこと、皆さんちょっと考えてみてください。あの彼は言ってるのはファクトを言ってます、はい、歴史の事実を話していますので、はい、頭のいい方は理解できます、頭の悪い方は結局わからんと、はい、またまあマントいい人ガオに戻っていくということなんでしょう。では皆さん、ちょっとびっくりするかもしれないけど、まあまあ事実なんで、はい、以上です。サインなら The father of Zionismworked with Karl Marx, who's the father of communism. That's not his real name. His real name is Moses Mordechai Levy, who's descended from a long line of Talmudic Jews. I'm not making this up. They worked with financiers. They created Zionism. They created Bolshevism. They created communism. And they laid out a plan to take over the Holy Land. Now, the Rothschilds...started buying Jerusalem in the early 1800s. Again, this is not my opinion. This is fact. Verifiable fact for those that care about truth and want to know history. So, the Rothschilds, as early as the early 1800s, started using their usury banking money to buy Jerusalem. In synchronicity with that, you had Theodore Herzl, Moses Mordechai Levy,and other prominent Jews being financed by Rothschilds and Rockefeller elites in New York that were sending money. None of these people had any connection to this land. And they used this trope of them returning in a biblical fashion to the land. The real intention is not just for what we see as Israel.The real intention is for what's known as Greater Israel. Greater Israel encompasses all of the land from the river Euphrates all the way down to the river Nile in Egypt. So we're talking parts of Lebanon, Syria, Iraq, Jordan, Saudi Arabia, and Egypt. From the river Euphrates up in the north to the river Nile in the south.Going inland, all the way into Saudi and whatnot, coming across directly, that's Greater Israel. The next empire to inherit this mantle, which America sort of, at least as most people recognize it, it was the British Empire, it became America. I would argue that's not true. The actual power is here in London. The city of London is the seat of power, but America became the muscle. Before that, England was both the money and the muscle.It did from its naval power. That's how England was able to do it. But in the nuclear age, post-World War II, America became the power, the muscle. But if you're telling me that Washington, D.C. is made, no, they're not. No, they're not. No, they're not. They got their piece of the pie. They get to go ahead and spread the spoils. But its power is right here.